ゲオルク・ヘルツォークツーメクレンブルクは、メクレンブルク・シュトレーリッツ大公家課長。メクレンブルク・シュトレーリッツ大公、ゲオルクの彦。ロシアのオラニエンバウムで、ゲオルギー・ゲオルギエヴィチ・カルロフ伯爵として生まれた。メクレンブルク・シュトレーリッツ大公国公使の、メクレンブルク公、ゲオルギー・ゲオルギエヴィチと、その妻ナターリアフヨードロブナ・ボンギャルスカヤの罰子である。両親が、結婚だったため、 ゲオルクは、メクレンブルク公の称号を許されず、メクレンブルクシュトレーリッツ大公フリードリヒビルヘルムが、母ナターリアに与えた、カルロフ伯爵の称号で呼ばれた。1909年に、父が死去すると、叔父のミハイルがゲオルギーと3人の姉たちの、後見人となった。1917年に10月革命が起きると、ゲオルギーとその家族は、フランス、ついで、ドイツに亡命した。 1928年9月11日、ゲオルギーは1918年より、メクレンブルク首都レーリッツケ課長となっていたおじ、カール・ミハイルの養子となり、この養子縁組は1928年10月11日に、マルヒンの裁判所によって認可された。これにより、ゲオルギーは、養父の姓である、メクレンブルクを名乗るようになり、メクレンブルク公の称号と、 タークラウクと相当の継承を使うようになった。この称号と継承は1929年7月18日にロシア提出課長のキリル・ウラジー・ミロビチ大公によって承認され、そして同年12月23日には同族のメクレンブルク・シュベリーン大公家課長フリードリヒ・フランツ4世もこれを承認した。ゲオルクはフライブルク大学で政治学を学び、 経済学と社会科学の博士号を取得した。1934年12月6日に、養父のおじ、カール・ミヒャイルが死去すると、ゲオルクがメクレンブルク・シュトレーリッツ家家長を引き継いだ。ゲオルクは家族と一緒にレンプリンの城に住んでいたが、1940年4月に城が焼け落ちたためレンプリンを離れた。シュトレーリッツ対抗家はグルーネバルトに引っ越したが、 ここでも1944年2月の連合国軍による空襲のために家を失った。1944年8月、ゲオルクはゲシュタポに逮捕されてザクセンハウゼン強制収容所に送られ、1945年2月まで抑留されていた。解放後間もない1945年3月、ゲオルクはホーエンツレルンジクマリンゲン皇夫人マルガレーテの招きで、 家族を連れて、ジクマリン園に引っ越した。1950年12月18日、メクレンブルク・シュベリーン大公家は1929年のゲオルクの称号に関する取り決めを確認し、さらに、ゲオルクの継承をより上位の法廃と相当に変更した。また、メクレンブルク・シュベリーン大公家は、ゲオルクのメクレンブルク・シュトレイリッツ家課長の地位をも認めた。これに伴い、 カーロー伯爵の称号は消滅した。1963年、心臓発作により、ジクマリンンで死去し、メクレンブルクシュトレーリッツケ家,家長の座は、長男のゲオルク・アレクサンダーに引き継がれた。1920年10月7日、スイスのジュネーブで、同じロシア人亡命貴族のイリナ・ミハイロブナ、ライエフスカヤと結婚した。イリナは、 アレクサンドル・ミハイロビチ・トルストイ伯爵の未亡人であり、またグリゴリー・ポチョム・キン公爵の姉妹の子孫にあたる。夫妻は三男一女を設けた。1956年、最後のオーストリア皇帝である、カール一世の次女シャルロッテと再婚した。法律婚は1956年7月21日に、ドイツのペッキングで行われ、 宗教婚は4日後の7月25日に行われた。シャルロッテとの間にこはなかった。ありがとうございます。